こんにちは。今日はファミリーでキャンプに来てます。ご覧の通り4兄弟連れてきてます。場所は南アルプスにある癒しの里というところです。会社でお世話になっているところです。今日は地元山梨をこう見下ろしながらゆったり過ごしていきたいと思いますので、うちのプライベートの一部をご覧いただければと思います。お願いします。はい、今日は一泊するんですよね。そうです、一泊します。早速、4人いますけど、はい、じゃあ一番左、長男から。長男の翔陽です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。次男の鈴木誠也です。翔吾です。翔吾ね、お願いします。ゆらです。三男の三男のゆらです。はい、小学2年生です。はい、ゆらね、お願いします。えっ、末っ子のルカです。小学2年生小学2年生です。はい、豪華ですね。豪華なのか暑苦しいのかですね。行政の6人でキャプテン、レッツゴー。ママが作ってきてくれました。いいよ、大盛り、うん、全部かけるの。何やってんの。ハンバーガーはキャンプ飯で、アメリカ人の友人にとキャンプ行った時にやってもらって、めちゃくちゃかっこいいし美味しくて絵になるなと思って今日やることにしました。はい、めちゃボリュームがあります。いただきます。はい、キャンプ飯。お疲れ様でした。お疲れ様でした、うん、まあ楽しかったけどやっぱり大変ですよね、はい、いろいろと壮絶ですね。壮絶でしょ。
そうです、これが我が家の日常です。まあそんな中でね、あの子供たちがなんかね、あの楽しい時間過ごしてくれればいいなという感じですけど、明日はどんな感じですか？明日はそうですね、あのブランチとしてピザを作ります。はい、期待しててください、はい、何度か練習してきました。あ、そうなんですね。密かに、まあ、天気が持つかちょっと微妙なんですけど、まあ、普段の行いがいいんで多分大丈夫だと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はこんな感じでいいですか？そうですね、はい、はい、じゃあこれから寝たいと思います。はい、じゃあ3人でせーのでおやすみなさい、いくよ。そうですね、はい、せーの、おやすみなさい。バイバイ。おはようございます。これから？これからですね。何やんの？ピザ作ります。ピザね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日はよく眠れましたか？はい、眠りました。眠れました。早速なんか作り出してますけども、これは、はい、今日は朝昼合わせたブランチのピザをやってます。おお、はい、これは自家製なんですね。自家製ですね。翔陽が料理大好きなんで、はい、生地を2日前かなから練って、はあはあ、あの発酵させて持ってきました。あ、なるほど、はい、すごい。じゃあピザ作っていきますか？はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、レッツゴいただきます。うわ、すごい。うまく折って。はい、いただきます。はい、気をつけて。はい。が少しなくなってきたらないけど。入れて。だから小麦粉がないと。色が。あ。青。うん。あ、ちょっとでいいからちょうどいい。僕も合う。ちょっとでいいから。ちょっとに合う。ピザもあの無事美味しくできまして、はい、あのお腹いっぱいになりました。雨もちょっとポツリポツリと降ってきているので急いで撤収して帰りたいなと思います。また今後もプライベートの部分、まあ、お出かけシリーズアップしていけたらなと思いますので、またご覧いただければと思います。よろしかったらチャンネル登録もお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ急いで撤収しましょう。そうですね、はい、ありがとうございました。